みなさん、こんにちは。カメマルコでーす。はい、今回はですね、サムネタイトルにもある通り、草上さんたちの新しい環境設定ということで、もうね、だんだん夏が来て、外がすごく暖かくなってきたので、今年草上ちゃんたちをベランダ飼育したいと思います。はい、で、今回ね、うちにいる草上ちゃんたちがこちら、じゃじゃーん。3匹いまして、2匹が草亀ハイパー。はい、こちら、チビタ。もう全然チビじゃなくなっちゃいましたね。チビちゃん。ちょっとね、ハイポは色が、いてててててて。ちょっと、普通のね、草亀と色が違うんですよ。これワカメ。ワカメちゃんなんですけど、この子はね、フィールドワークで、保護した草亀ちゃんなんですけど、こう、後ろが黒いじゃないですか。ハイポの子はね、結構白いですね。はい、チビちゃんとワカメと、もう一人が、カメタくんですね。まあ、ちゃんかもしれないけど、カメタの、この3匹の、はい、草亀ちゃんたちを、これから、ベランダ飼育したいと思います。出てきすぎよ。ということで、レッツラゴー。草亀ちゃんたちの、飼育環境にセッティングする、商品たちの紹介をまずしていきたいと思います。まずはこちら、ダダーン、トロ胸です。結構大きいね。こちらを2つ購入しました。こちらとこちら、じゃじゃーん、結構大きいですね。こちら2つ、なんで2つかというと、これね、2-1で分けたいと思ってまして、草亀とかって結構亀同士の相性があるんですよね。で、うちにいる、はい、このね、チビちゃんは見てください。これ尻尾がね、噛まれてちょっと短くなっちゃってるんですけど、亀田くんがね、結構ね、チビちゃんのね、尻尾をね、一緒に見とくと噛んじゃうんですよ。でも、なぜか亀田くんとワカメ、チビタくんとワカメ一緒に入れててもそういうことが起きないので、いつもね、飼育する際はいつもこのカメタくんだけ一匹別にしています。なんで今回も 2-1 で分けて飼育していきたいと思います。はい、では続きまして紹介するのは、じゃじゃーん、はい、バスキングシェルター大です。はい、こちらは、もちろん、この中にね、入れて、お水を入れてね、バスキングスポットにするためのシェルターですね。はい、こちら、このイベントで購入してきました。こちらを2つ買いました。デリバリアさんのバスキングシェルター。こちら L。こちらの2つですね。はい、そして次は、じゃじゃん。はい、こちら、バーベキュー網です。こちらのね、バーベキュー網は何に使うかと言いますと、こうやって、出ないように、するためにバーベキュー網を買ってきました。やっぱ脱走が一番ベランダでは怖いので。で、まあ、なんでバーベキュー網かというと、バーベキュー網って要はいくら熱くなってもね、大丈夫じゃないですか。なんでバーベキュー網がね、やっぱ一番安全かなと思いまして、バーベキュー網を買ってきました。バーベキュー網があっても上に乗せるものがね、必要だと思うんですよ。やっぱ念には念を。ということで、今度は、こちら。はい、レンガ1個80円のレンガを買ってきました。このレンガをね、こんな感じで置いて、こう、開かないようにね、するためのレンガを4つ買ってきました。ということでね、以上セッティングの、商品の紹介でした。これからね、これらを、ベランダに置いていきたいと思います。はい、ということでね、こちらがうちのベランダになります。そっちね、汚いんですけど。はい、ということでね、早速こちらのベランダ、横69センチあるんですけど、ここにね、セッティングしていきたいと思います。サイズは測ったんでね、大丈夫だと思います。トロ胸の、これを作る際にやっぱり考えなきゃいけないのは、全部日向だと熱中症とかになっちゃいますよね。要は密
の温度が上がりすぎたりして大変なことにこれからなってしまうと思うんですけども、ね、設置する前は必ず1日のこの日向具合を必ず見てから設置することをお勧めします。でうちはね見た感じあんまりねここ見ての通りちょっとこんな感じなので日向になる時間がすごく少なくって場所も少ないんですよね。なんで結構ここは設置しやすいなと思ってここの場所に決めましたね。夏なんかこれからも特に暑くなるのでその辺はね設置する前にぜひ気をつけましょう。はい、ではねお水を入れてきます。はい、ということでね今お水を入れることができました。上に上がれるようにお水の高さもね調節して。どうよ、どうなの、どうですか。はい、ということでこんな感じでお水が入れられましたんでこの後さっき買ってきたものたちのね、あれをしたいと思います。から上のね脱走対策作りなんですけどこのバーベキュー網を開封していきます。綺麗で、はい、でこんな感じで、いやこんな感じか、いいねいいね。もう一個燃えていきましょう。そして、こんな感じでねバーベキュー網が置けたので最後に買ってきたレンガちゃんを置きます。さすがにこれだったらねかなり重いんですけどねこのレンガちゃん外からこじ開けるのも人間しかならないかなと思います。よいしょ。ということでね完成しました。はい、こんな感じです。いやね、あの中にある UVB ライトのランプのやっぱ放射量と本当のねあの太陽の放射量って本当 UVB の放射量って全然違うので外でねこうすくすく育ってくれたらなと思います。ただねやっぱ夏一番注意しなきゃいけないのは、熱中症ですね。ほんとちゃんと日陰がちゃんとできるような場所で、ベランダ飼育ね、簡単に見えますがそこだけはねしっかりと、確認してからね、設置をおすすめします。ということで久々の草亀ちゃん動画でした。この動画がいいなと思ったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。以上亀丸子でした。バイバーイ。